This is a cryptic Voynich manuscript. Ancient Origin website writes as follows. The Voynich manuscript is a mysterious illustrated handwritten vellum codex produced in what was thought to have been a written and visual code.The manuscript had been carbon dated to the mid-15th century, 1404 to 1438 AD, about 50 years before Leonardo da Vinci was born, and it is thought to have been composed in northern Italy during the Italian Renaissance. For several centuries, it enjoyed an unassuming existence until 1912, when it was purchased by aPolish book dealer by the name of Wilfred M. Voynich. 奇妙なイラストが描かれた謎の手書きの本、それがヴォイニッチマニュスクリプト、つまりヴォイニッチ手稿です。炭素年代測定法で1404年から1438年頃のものと言われています。ダヴィンチは1452年生まれということになっていますから、ダヴィンチが生まれる約50年ほど前に書かれた本ということになります。1912年にポーランドのウィルフレッド・ M ・ヴォイニッチがイエズス会の僧侶から買い受けるまでほとんど人に知られていなかった本ということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのがヴォイニッチ手稿と言われている、まあ、手書きの本ということになります。で、その中に暗号で文字が書かれています。いろんなふうに解釈でき、また多くの学者たちがいろいろな説を取り上げていますが、その中でもですね、この文字がですね、ダヴィンチの手書きの文字に酷似していると唱えた学者の先生がいます。実は私も以前からそう考えていました。で、ヴォイニッチ手稿に書かれている文字とですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの手書きの文字と比較してみると酷似しているのがわかります。まさに百聞は一見にしかずというわけですけども、その前にその先生の論文をここに紹介しておきます。それがこの論文ということになります。署名はエディス・シャーウッド博士となっています。エディス・シャーウッド博士は両者の手書きを比較しています。左がダヴィンチの手書き、右がヴォイニッチ手稿の中に書かれている手書きの、まあ、文字ということになります。百聞は一見にしかずということになります。で、私の方でも比較してみました。左がヴォイニッチ手稿、そして右がダヴィンチの手書きの文字ということになります。大変よく似ているというレベルを超えてですね、書き方、癖、筆跡が一致しています。もちろん文字あるいはその内容は違うということになりますが、極めて酷似しているのがわかります。皆さん自身の目で比較してみてください。で、ヴォイニッチマニュスクリプトが書かれたのはダヴィンチが生まれる50年前ということになっていますが、さてさてさてということになるわけですよね。で、この動画の中では後でもう少し詳しく説明しますが、ヴォイニッチ手稿の中のイラストの一枚にですね、リナードという署名があることから、レオナルド・ダ・ヴィンチの作として考えていきます。なお、この情報はディオニソ・ルリッタさんという方からいただきました。ディオニソ・ルリッタさんがおっしゃるにはですね、今も言いましたようにヴォイニッチ思考の中にリオナドと書いてある、このリオナドというのはレオナルドのことであるというわけです。
その前にビオニッチ手工というのがどういうものであるかじっくりとご覧になってください。まことにもって奇妙な植物ということになりますが、ここに描かれている植物はこの惑星、つまり地球にある植物とは明らかに異質のものであるということになります。で、一つこんなことを知っておいていただきたいと思います。レオナルドという名前はですね、アイオンあるいはイオン、つまり生命、活力、存在、世代、時の期間を表す言葉のアナグラムによってできているということです。あるいはその逆かもしれません。アイオンあるいはイオンですね。そして左、レオナルドという名前をですね、文字をバラバラにして組み立て直すとですね、神イオンとなるということです。左にそれを今皆さんにご覧いただいています。レオナルドの文字をですねバラバラにして組み立て直すと、ロードアイオン、ロードイーオン、つまり神イーオンとなるということです。で、レオナルドという名前はロードアイオンから生まれた言葉ということにもなりますし、それを意識してダ・ヴィンチは自分の名前をレオナルドとしたとも考えられるということです。一方、ギリシャ神話の中ではアイオン、 AEON あるいは AION とも書きますが、時の神を意味します。が、ここだけですとただ単なる偶然の一致ということになるのかもしれませんが、私たちが知っているモナリザという名前も実はアナグラムによってできているということを忘れてはいけません。モナリザの文字をバラバラにして並べ替えるとですね、マルスとなりますね。火星です。そしてアイオンとなります。つまり火星の永遠の神ということになります。つまりダ・ヴィンチはですね、アイオン、イオンにこだわっていたということになります。つまり時の神、永遠の神ということになるわけです。で、ここから先はあくまでもファンタスティックな、つまり素晴らしい仮説ということになりますが、ダ・ヴィンチと火星との関わりあるいは関係を知るとですね、ひょっとしたらダ・ヴィンチは
ヴィオニッチ趣向の中で火星の植物を描いたのではないかということになります。ダヴィンチなる画家が描いたとされるアイルワースのモナリザ、そしてモナリザの絵の背景には火星のパノラマ風景が正確に写真のように精緻に描かれていました。そういうことも考え合わせるとですね、そしてヴィオニッチ趣向がダヴィンチによって描かれたものであると考えるとですね、つまりヴィオニッチ趣向の中に描かれている奇妙な奇妙な植物はひょっとしたらひょっとして火星に生える、あるいは火星にあった植物群ということになるのではないでしょうか。繰り返しますが、あくまでも仮説ということになります。念のためディオニソ・ルリッタさんが紹介してくださった論文をここに紹介しておきます。長い論文ですけども、この中でつまりはヴィオニッチ趣向の中に書かれているのがですね、アナグラムによって書かれているということ、そしてヴォイニッチ趣向の中ではですね、21文字つまりアルファベットの21文字しか判読できないということなどからですね、いわゆるリオナルドをですね、リオナドと書いたとしてもおかしくないというようなことが説明されています。当時のイタリアではアナグラムがごく日常的にといいますか、大変ポピュラーに使われていたというようなこともこの論文の中に書かれています。例えば玉ねぎをですね、ねぎまたとか、そのように言い換えて使っていたというわけです。その紹介をこの論文の中でしています。これはある別の方の論文にそうあったわけですけども、ここに書かれているのは女性の健康法を示したものではないかという説もあります。つまり薬草風呂のようなものを作ってですね、その中に女性が入って健康法として使っていたというわけです。でこの部分なんですね、この部分の赤い矢印のところに、リナードと書いてあるわけです。でリナールを補ってリオナルドとなるわけですね。リオナドですね、このリオナドというのはレオナルドの、つまりは別名ではないかということです。でその部分を拡大してみるとですね、最後のところにこうあります。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチというのはですね、彼自身の名前をレオナルドではなくてリオナルドと書いていたという説明が成り立つというわけです。 I と E の違いですけども、これは先ほど言いましたようにアイオンと、書くときにですね、 AE と書くか AI と書くかの、違いということにもつながっていくわけです。そしてここですね、一番上がヴォイニッチ趣向の中に書かれているリオナドという文字です。そして2段目がですね、これがレオナド・ダ・ヴィンチの署名、鏡文字といって左右逆に書いてある点に注意してください。酷似しているというよりも同じであるというわけです。つまりヴォイニッチ趣向はレオナルド・ダ・ヴィンチによって書かれたということになるわけですけども、しかし時代が合わないということになるということになります。つまりヴォイニッチ趣向はダ・ヴィンチが生まれる50年ほど前に書かれているということなんですけども、そこはそこはどうなんでしょうか。ダ・ヴィンチなる、画家はともかくとしてですね、そのダ・ヴィンチなる画家を使っていたその上の神は生まれもしないし、また死にもしないということになるのではないでしょうか、というのがこの動画の結論ということになります。そして遠い遠い未来のこと、ひょっとしたら火星においてですね、今ここに皆さんにお見せしているような植物が見つかるかもしれないということになるのではないでしょうか。大変ロマンチックでファンタスティックな
仮説ということになりますが、その可能性はないとは断言できないということになります。というのもアイルワースのモナリザの絵の背景、そしてモナリザの絵の背景には火星のパノラマ風景が写真のように正確に描かれていました。しかもモナリザの絵の背景にはかつて遠い遠い昔、火星の大地にも水らしきものがあって、そして海らしきものがあったというその様子が描かれています。まあ、そういうことを考えるとですね、モナリザは遠い遠い過去の火星の様子を示したものということになりますし、同時にボイニッチ趣向の中に描かれている植物はこれから未来に向かってですね、未来において人間が火星に発見する植物であるという可能性もないとは言えないということになるのではないでしょうか。科学というのは未知なるものに向かって果敢なく挑戦していく、その探求心を言うわけですが、同時に夢とロマンなくしてその探求はできないということになります。ボイニッチ思考にはその夢とロマンがあふれているということになります。 Bye for now. いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星、火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。私が誰でどこから来たかを知るだろう。と同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間は
自分が誰でどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星マーズと永遠の神アイオン、二つの言葉を合わせ持った名前モナリザの絵の中に、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと、いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに、君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。